どうも皆さん、こんにちは、ムゼックス、通称飛ぶ18金リュウです。さあ今日はですね、新しいスキルなんですけども、お知らせに来てるんですけども、今日からですね、7月の20日のアップデートでスキルの変更が適用になりまして、この進化した最強ドラゴン、これの自分のエクストラデッキにブルーアイズアルティメット、ネオブルーアイズ、そしてブルーアイズツインバーストドラゴンが入った状態でデュエルが始まるよという、そういうスキルがね、適用になりましてですね。で、ツインバーストドラゴンってこっから多分見れないんだよな、多分見れないと思うんですよ。だから一応ツインバーストドラゴンがどういうモンスターなのかっていうのをちょっと多分載せとくと思うんですけども、ちょっと口頭で説明すると、ですね、ブルーアイズとブルーアイズで融合できますよと。もちろん融合召喚もできるし、フィールドにブルーアイズとブルーアイズがいれば、その2体を墓地に送ることによって融合を使わずに、なんかなんだろうな、まあリンク召喚みたいなイメージですかね、あんな感じで、出せますよと、そういう、モンスターになってます。で2回攻撃、モンスターに2回攻撃できるよっていうのと、戦闘では破壊されないよっていう体制、そして一番強いのは、そのこのカードが攻撃した時に戦闘で相手のモンスターが破壊されなかった場合、相手のモンスターを除外することができるんですよ、対象に取らずに。だから今まで突破、ブルーアイズでは突破できなかったとされているモンスターって結構いっぱいいますよね。効果の対象にならないようなモンスターとか、月光とか、あとそれから、呼吸トスもそうだし、ホムラガミとかもそうなんですけど、ああいうモンスターを理論上このモンスターの戦闘を介して全て除去できるっていうことになったんですよ。これがやっぱ強いしね、ツインバーストドラゴンすごいかっこいいんですよね。で今日はそのツインバーストと、このネオブルーアイズアルティメットドラゴンっていうモンスターね、この元々いたモンスター、これをですね並べます。ロマン砲をぶち込みます。要はこのネオブルーアイズとツインバーストを並べて殴るっていうね、そういうデッキです。かっこいいっしょ。シンクロ召喚もちろんチューナー入ってるから、シンクロ召喚しようと思えばできるかもしれないですけども、今回はシンクロ召喚を考えておりません。私もうほぼほぼ、まあ、これちょっとこれ入ったけど、ほぼほぼですね、ブルーアイズの融合体で揃えまして、で、どうやってやっていくかっていうと、もうこれほんと先行プレミアなんですけど、高校取ってもらってコインで赤出して、で、その調和の方をさっさとぶん回してブルーアイズを、まあ、2体か3体かき集めて手札に、で融合はこのスキルで持ってくるっていうこともできるし、沼地でもいけるんですよ。で、2ターン目だったら沼地を使って融合を持ってきて、で3ターン目だったら普通にスキルで持ってくればいいみたいな、感じなんですけども、これも本当に手札1枚増えるんで、単純にめっちゃ強いスキルになるんですけども、これで持ってきて、で、融合をまず、ネオブルーアイズを融合する。で、ネオブルーアイズを融合した後に、ドラゴンズミラー使う。ドラゴンズミラーでもう1体もちろん、アルティメット、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンを出すことももちろんできるし、2体目のね、もちろんこの5ゴッドドラゴンを出すこともできるし、普通のアルティメットを出すこともできるし、ツインバーストも出すこともできると。だから、融合して、でさらに墓地の素材を使ってさらに融合していくっていう、融合モンスターを2体並べるっていうデッキになってます、一応。であれですね、要するにですね、ロマン砲をぶち込みたいってことです。簡単に言うと男のロマンを、男のロマンをぶつけて、これねランク戦で結構ね使ったんですけども、割とねグッドボタン稼げる。結構グッド押してくれた、2回くらいグッドもらったからもうすでに、ね、ということでね、早速、ロマン砲をかましていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬しかいないぜ。このゲーム海馬しかいないぜ、アップデート直後なんでマジで海馬しかいません今のところ。現状海馬セットしか見てます今、DSOD ワールド版の。さあ調和の方を取こうか、ホワイトオブレジェンドを落ちなくて、ディブルーアイズをってことに加えるぜ。なるほどな。これ次のターンマジでやべえこと起きるんで、一回これでターンエンドお祈り。まあ進化した最強ドラゴンの融合を持ってくるっていうスキルが、ブルーアイズの手札のブルーアイズを2枚見せると融合持ってこれるよっていうのはスキルなんですけども、3ターン目にしか融合持ってこれないので、3ターン目以降にしか。だから先行の方がいいかもしれないです。
その融合持ってくるっていう感じだったら、まあ俺これ高校でも勝てるようにあの沼地と融合入ってるけど、だからあの融合沼地と融合入れたくないっていう方は多分先行の方があのいいかなって感じしますね。これはワンキルですね、これこれはワンキルから、これはワンキル、こんだけ喋ったけどこれはボツですかね、これはボツかな。あ、サレンダー用意かな、これはサレンダー用意。カード1枚セット、バッ、よ、生きたー、生きたー、生きたー、生きたら生きたら生きたら、こうなっちゃう。おはようございます、あです、あです、ドラゴン目覚め戦慄の効果を発動。手札の伝説の白石を墓地に送ってブルーアイズホワイトドラゴンを手札に加えるぜ。そして俺は見て、スキル発動、進化した最強ドラゴン手札のブルーアイズ2枚を相手に見せつけて融合をデッキ上がる手札に加える。そして手札にマジックカード融合発動、手札に存在するブルーアイズホワイトドラゴン3体の魂を埋葬し、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンを融合召喚。これが進化した最強ドラゴンの姿。さらにドラゴンズミラー発動、墓地のドラゴン族モンスターの魂をゲームから除去し、現れよブルーアイズツインバーストドラゴン融合召喚。これがブルーアイズデッキだ、ロマンホー。さあお相手の方、マジで会話しかいねえぞ、マジで会話しかいねえ。いいね、俺会話リンクスで遊戯王会話リンクスとなっております。まあ、会話だけしかいないっていうのはね、まあ、会話コーポレーションが作ったゲームなんで、まあ、それ仕方ないですね、それ仕方ない。ブルーアイズ持ってくる、なるほどね。まあ、これ次のターン勝ちですね、これまた、次のターン生きてれば勝ちってやつ、生きてれば勝ち、出ました、先行プレミデッキ先行プレミデッキです、生きてたら勝ちパターン。さあ頼む、生き残ってくれ、会話瀬戸、会話所長、さあ生き残るコツはできるんでしょうか、果たして。残りライフポイントは4000ポイントだが、残りライフポイント4000というポイントではすぐさま一瞬で消し飛ばされてしまう、それが遊戯王デュエルリンクスです。さあ、これはやばい感じか、コスモブレインがあるとやばいぞ、コスモブレインはあるのか、でもコスモブレインあったらそんなことしないか、コスモブレインがあったらそんなことしないか、多分コスモブレインないな、これブレインないな、これはこれ生きたんじゃないか、俺生きたー、生きたー、しかも伏せもねえ、伏せもねえぞあいつ、弱いな、さてはハンドめっちゃブルーアイズ引いてんな、さては分かったぞ、そんな甘えた展開をしているようでは俺に勝てないということを思い知らせてやろう、もう一人の僕ドロー、お前いらねえ、ドラゴン目覚め戦慄の効果を発動、こんなカードはいらない、ブルーアイズホワイトドラゴンを持ってくるに加える、うん、そしてスキル発動、進化した最強ドラゴン手札のブルーアイズを相手に見せつけることによって融合をデッキ外から創造する、そして融合発動、俺はブルーアイズホワイトドラゴン3体の魂を埋葬することによって進化した最強ドラゴンの姿を貴様に思い知らせてやる、今こそ現れよネオブルーアイズアルティメットドラゴン、さらにドラゴンズミラー発動、墓地のドラゴン族モンスターの魂をこのゲームから除外することによってブルーアイズツインバーストドラゴンを融合召喚することができる、見ろ見ろ磯野、見てるか磯野、これがブルーアイズデッキだ磯野、デュエル終了の宣言をしろ磯野、ツインバーストショット、さらにハイパーアルティメットバーストブルーアイズデッキは最強だ。さあお相手の方パンドラか、よろしくお願いします。デュエル3倍見えればいいだろう、なんか、回りすぎだな、回りすぎだな、ちょっとそんなに魔法連のすんのやめろよ、回りすぎだろ、やっぱライトロードってさ強いよね。でルミナスで太鼓捨てて、あ、お前もブルーアイズか、なるほど、お前もブルーアイズいいだろう、てかさブルーアイズ実はライトロードの方が強いとかあんのかな、さすがに罠の方が強いか、ブルーアイズっていつの時代もそうですけど罠が本当に強いんでね。でスターダストチャージウォーリアでワンドロー、なるほどうまい、はいはいはい、いいでしょう、
これスターダストチャージウォリアーって意外と強いですよね。なんかもうワンドローンも強いですよ。これ特殊召喚された相手モンスターに全部1回ずつ攻撃できるっていうこの効果も意外と強いっていう、打点が上がればドロー調和、よし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 、調和の豊殺から先だな。調和の豊殺の効果はどう、伝説の白石を墓地に送って2ドローしていくぜ。さらにブルーアイズ、あブルーアイズ来ちゃった。これ融合するしかないか、局所欲しかったが俺は手札よりマジックカード融合の効果発動、行くしかねえ行くしかねえちょっとあのクセカードめちゃめちゃ怖いけど行くしかねえ。俺様に撤退の2文字は残されていない、進捗するのみ進め、ブルーレオブルーアイズアルティメットドラゴン融合召喚、しゃバトルハイパーアルティメットバースト1連打目、あネクロフュージョン、なるほどネクロフュージョン、墓地の、モンスターを使って融合召喚できるやつだな。何が出てくるんだこれは、なんかいろいろできそうだな。これは何が、沼地と太鼓を押し返し太鼓を押し返し太鼓を押し返し、ハハハハ。